続編はいつ始まる？平野紫耀、ジャニーズ事務所辞めてもドラマ続投の真相に迫る。こんにちは、皆さん。最新のエンターテインメント情報をお届けします。驚きの報道が広がっている中、注目のタレント、平野紫耀さんについてお伝えします。ジャニーズ事務所の看板タレントである彼が、昨年の10月に主演を務めたドラマ、クロサギの続編に関する可能性が浮上しているとの情報が入手されました。平野さんは昨年11月にジャニーズ事務所を離れ、現在は2バイトとして活動しています。その後も多くのファンが注目し、クロサギ続編の噂がネット上で広まりました。なぜなら、昨年のテレビドラマが大きな反響を呼び、平均視聴率 7.4 を記録したことから、続編に期待する声が多く寄せられていたのです。しかしながら、当初は平野さんがジャニーズ事務所を離れたことから、続編が難しいのではないかという懸念もありました。しかし、先月の報道によれば、TBS 内で、クロサギ、続編の制作が進行中であり、新たな動きがあると伝えられています。この情報により、再び平野さんが主演する可能性が浮上し、ファンたちは大いに期待しています。また、気になるのは続編の放送時期や詳細な構成です。通常、ドラマの続編は1から2年を要しますが、TBS が新たに制作会社ザ・セブンを立ち上げ、20億円の新スタジオを建設したことから、制作開始が急速に進んでいるとの情報もあります。最短で2024年春の放送開始、そして冬には2025年1月からの冬ドラマとしてスクリーンに戻ってくる可能性が高まっています。ここで興味深いのは、クロサギ続編と前作、クサギとの違いです。前者は原作漫画のシリーズ1、クロサギをもとに、後者はシリーズ1から3の、クロサギ2022となっています。クサギ2022はリメイク続編という要素が強いため、続編においても原作漫画のどの部分が取り入れられるのか、楽しみなポイントの一つですね。ドラマの放送曜日や時間帯も気になりますが、ファンたちは前作同様に金曜日の夜10時を期待しているようです。さらに、クロサギとクサギ2022の放送局が同じであることから、引き続き TBS 系列での放送が予想されます。最後に、続編に期待が高まる中、平野紫耀自身も過去の経験から熱い言葉をもらっている。監督の石井春さんから、彼は最高最強のエンターテイナーと絶賛され、共演者やスタッフも彼の魅力に夢中になったとのこと。これからの展開がますます楽しみになることは間違いないだろう。続編の裏側には様々な期待と興奮が渦巻いている。ファンや視聴者と共に、平野紫耀の新たなエンターテインメントがどのように広がっていくのか、今後の発表がますます楽しみである。